今回やるゲームは AI アートインポスター。イエーイ。いや久しぶりですね。久しぶりや。なんでまた3人で AI アートインポスターをするんでしょうか。なんでやるゲームがないからです。やるゲームがないからです。でもまあ面白いよな。俺ら実況始まってすぐの頃やった時とはまたな違って、視聴者様もしかしたら増えてるかもしらんから。うん、俺カモとか言うなよ。悲しい。カモ悲しい。増えてんねん。そう、うん、1100人超えとんねん。こっちの登録者数おい、やんのか俺。確かに100再生いくかもな。そしたらいや、いかんいかん。それはない。それはない。悲しいな。やっていこうや。はい、じゃあ早速スタート、はい、イエーイ、スタート。もうこれね、AI がバカ。だって2人やるわけないやん。お前らインポスターやからな、はい、俺ちょっと待って、お願いしたものが1個も出てこんかった。意味やからインポスターだなんか言うてはるわ。確か身内からインポスター扱いされたやつやろ。お前あー当たってた。あぶねー。俺モリやと思ってたわ。あぶねー。どうしようかな。これじゃあまあまあ分かりやすいやついこうかな。分かりやすいやつね。まあ、まあ、俺らやしこれやろ。今回のお題、はい、あーテレビゲーム、あーこれね、はいはいはい、なるほどね、はい、これね、よし、じゃあマイク、じゃあはい、マイクオフで、はいはい、このゲームはですね、どういったゲームかと言いますと、3人の中で1人だけお題が見えてない方がいるんですね。で、今僕はお題がバイオハザードっていうのが出ているので、この中にいるもう1人が味方で、もう1人が人狼なので、もう1人の方人にバイオハザードのイラストを描いてるっていうのはバレないように、自分は人狼じゃないっていうのを伝えながらクリアしていくっていうゲームになっております。バイオハザードなんていきなりゾンビとか描いてしまったら、テレビゲームでゾンビが出てくるゲームってなんだって人狼が考えた時にバイオハザードが出てくるかもしれないんで、それをねしっかりバレないように、かつ味方である人にも自分が人狼じゃないっていうことをね伝えなければいけないので、そこをねしっかり見定めながらやっていこうと思います。ではどうしようかな。まあチェーンソーとかあったらちょっと分かりやすぐるかな。バイオハザードのイメージって言ったらやっぱ銃とか病院とか、あ病院とかいいかもしれないね。イラストどうしようかな。まあ病院だし、なんかバロックっぽいのっていいかもね。いろんなゲームにも出てくるかもしれないけど、ウイルスっていうところから、まあ、研究所とか病院とか、まあ、そういうニュアンスで今回は病院にしたいと思います。まあインポスターじゃなかったということで、バイオハザードか。バイオハザードな、これね、だから打ったワードを直接書いてもらえるっていうわけでもなかったりするから、ピストルとかになるのかな。おハーブですわ、赤くか。おハーブですわ。おハーブ書いてもらおう。あ、ミント。ミントとかにしよう。結構、これ、このお題を知ってないと多分これは分からへんと思うんで。まあまあ、渋みのあるでいいんじゃないですか。今回は。いきましょう。さてと、早速インポスターになっちゃった。テレビゲームで、何やろ、マリオとかかな。そうやな。とりあえずここで、筆をくるくるすることで説明してるふりをして、あ、こいつなんかインポスターじゃないんだな風を装っておこう。で、問題は何かこう、テレビゲーム、なんか剣とか魔法とか、剣と魔法のファンタジー。よし、こんなんでとりあえず、もう一個なんか付け足しとくか。剣と魔法のファンタジーサイバーパンク。早速矛盾したわ。よし、できた。さあ、じゃあ、何選ぼっかな。ね、普通にミスりました。もうこれね、AI がバカ。AI がバカ。バカです。お題与えたやつがバカな。うん、おお、なんだこれ、なんだこれ、顔が見切れてるわ。写真じゃなくて変なんでやったやろ。なんだ、こんなんしかなかった。怪しいな。僕はこれも AI が、まあ、でも、いや、大丈夫、ミスってはない。こうやろ、こうやない。むずいな、むずいな。むずいけど、でも、俺、バロック調にして正解やったかもしらん。バロック調で書かしたんや。どっちがいいかな、こっちでしょうか。あ
あ？え？お前ら2人ともインポスターやんこれ。いや、お前が言うな。お前ら2人ともインポスターやん。はい、じゃあよし、じゃあちょっとミュートにして、はい、ミュート2回行きましょう、はい、どう思います？皆さん、これだ、どっちかがバイオハザードっていうお題を分かっていて、どっちかが分からないんですけど、でもね、なんかね、K が結構無難な感じなんですよ。テレビゲームだったらなん、どういうのでも当てはまるだろうみたいな、こういうなんかちょっと戦士的な、だからね、 K がちょっと怪しいような気もするんですよね。でモルはモルでマジで何か分からなくて、これが何がバイオハザードと合わさっているのか。チェーンソー言ってみましょうか。そしたらね、これだったらゾンビって言ったらチェーンソーのイメージありますよね、皆さん。銃とかもそうだけど、でも銃だとちょっともねバレちゃうかもしれないので、これでいきましょう。いや、ちょっとミントを書かせてこれになると思わへんかったな。ちょ、よくないかもな。じゃあもう結構いきます。これでどう？英語でちょっとしてしめようしようか。写真風で今回はいきます。まともな、出てきてくれ。いやー、なんやこれ。剣と魔法のファンタジーサイバーパンクにはなったけど、パッて言われたし、いやでもこれも早し、これも早から、モルがこれを分かってないんやろ。でもこれがこれもミスったって言われたから何にもヒントがねえんだよな。何これ、産婦人科、何これ。何これ、産婦人科みたいな、病院か、これ病院なら、なんか病院のゲーム、サージョンシミュレーターとかこれに出てくるわけないしな。でバロック調にして正解やったとも言ってたし、バロック調なんか古いゲームか、ゼルダとかか、マジわからん、なんだこれ。ゼルダとして、でもそれならここで剣士っぽいやつが出てきたから、あーとかなりそうやけど、緑男、シュレックか、シュレック。まあ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 、こんな感じかなと。あー、なるほどね。はいはいはい、なんかあれやな、お前らインポスターやからやっぱ分かってないな、右下のお題な。お前らインポスターやからな。だって2人やるわけないやろ。お前らインポスターやからな。まあでも一番形的にっぽいのこれかな。怖っ、ゴリラみたい、うん、ゴリラみたいなのがチェーンソー持ってる。チェーンソー、うわー、すごい黄色やからすごいのでできたら、全部なんか、あ、いや、あの AI が破綻しまくってるわ。破綻した絵が出てきた。なんやねんこれ。全部破綻してる。ま、どっちや。お前らどっちだ。二人ともやろこれ。それお前らこっちのセリフや。まあ僕も投票しましたよ。強いて言えばこっちか。強いて言うならまあそれこっちやな。なんでやねん。なんでやねん。やろうな。はい。まだ分からんからな。そうやな。勝敗は今からね。そう、今から逆転されるかもしれん。うん。そう。1分間で。そう。あて、お題当てられたら負けるんだよ俺ら。これ僕最初これ緑色とこのなんか産婦人科みたいな病院みたいな、うん、でバロック調とか言ったから、うん、ゼルダかなんかかなって思ったんやけど、うん、ゼルダあるな。ゼルダあるよな。で銃が出てきて、銃とナイフが出てきて、チェーンソー男が出てきたから、チェーンソーかこれ。スプラトゥーンっぽいな。でもなんかモル確かにな。じゃあスプラトゥーンじゃないやな。いや分かれへんよな。30秒。アモアスデモン、アモアス、あ、これこれこの産婦人科みたいな病院みたいな、バロック調が意味やからまあ確かにアモアスの中にあれやな、あのベッド並んでる医療室みたいなのはあるけどな。うん、エルデンリング感もある。最初の勘を信じて僕ゼルだ。さあ合ってるんでしょうか。さあどうだ。はい、はい、あー、なるほどね、なるほど。はい、勝利です。言われたらなるほどな。確かにそうだ。勝ち。危ねえ。銃でちょっとヒヤッとした。何ミントって。いや、ミントやん。おハーブ書かせようと思って。うん、ミントを書かせるな。いや、もっとなんか、もっとちゃんとハーブっぽい植物出てきてほしかったから、ミントにしたんや。そしたら、スタイル渋みのあるにしてもやろ。こんなこと、ひと書き始めて、なんか、終わったと思ってた。これに引っ張られたら、この緑色に。
あ、ミントってなんかあんのこれ、バイオハザードのゲーム内で。あるよ。ハーブで回復すんねん。回復すんねん。ああ、そうなん。そう。再建って魔法のファンタジー、再現のもうここで矛盾させたの一番最初に書いて。もうぶっちゃけこれでなんか無難なの来たから、あ、こいつやなって思った。で、この後書き直したんよ、一回これ。ゼルダやと思って、緑色男っていうので、シュレック書かせて、シュレック書かせたけど、これ銃とナイフが出てきたから、なんか違うくなってきたぞって書き直させて、とりあえず意味はファンタジーを急いで書き直させて。ああ、なるほどね。うん。はい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 。はい、ということで、負けた。1試合目は、バイオハザードで、アーティスト側の勝利です。イエーイ、やったぜーバカが。よし、じゃあ、次の試合行くぞ。はい。これ。じゃあ、俺これ。じゃあ、俺これ。文房具誰やこんな選んだやつ、むずいって。誰やこんな選んだやつ。まあ僕が今回ねインポスターなったんで、2人にねバレないように文房具とか工具の説明をしていかないといけないんですけど、文房具とか工具って何かしらと数字と結びつけることができるんですよね。メモリとか、まあだいたいちょっと遠目で見ると当てはまるんで、だからちょっとそっち系でいきましょうか。時計とかでも、まあでも数字よな。文字列にしましょうか。これでいきましょう。ハサミ使うにしても、だいたい文房具工具って数値化されているものをね扱うことが多いと思うので。ちょっと待って、文房具そのもののヒントを出すために絵描くん、むずくない？まあなんか俺の鉛筆のイメージは結構あの芯が折れるっていうイメージしかないから。カッターとかやらんかった？学校とかで鉛筆をこうカッターで削ってみようみたいな。俺結構2枚とも決まった感じはするな。カッターと何かが折れてるような描写を書いてほしいかな。折れている黒い、鉄骨とかにしようかな。じゃあお願いします。いや、うまいこと言ってほしいな。よし、今回はインポスターじゃない。鉛筆、棒、鉛、鉛系の何かを書くか。ハンダ付けを、はあ、ハンダ付けもペンだしな。あ、は、いや、工具としてこれ違うもんで見られる可能性あるから、ハンダ付けを書こう。鉛入ってるし、ハンダ付けのモルの筆が邪魔や。ハンダ付けもうちょっとなんかひとひねり加えるなら何にしようかな。なんか深く書きつけるか。ハンダ付けをする、ガンダム。よしよし、こんなんでええわ。はい、俺ちょっと待って、お願いしたものが一個も出てこんかった。インポスターの言うことやで。多分、いやマジで AI が多分学習できてない。マジで、あの何の参考にもなれへんかった。すげえ、なんだこれは。ちゃんとしたタイトルあったのに一個もそれが出てこんかって。コーヒー飲んだ、別に雲の巣みたいな。別にほんまに何のあれもしてないね、うん、ほんまにこんなんバカできないよ。僕はつなげて書いたんやけど、片方しか出力されてないけど、まあまあいいや。これめっちゃニコしたみたいになった。僕の得意分野や。ハンダなんかな。なんか分からへんな。手がぐちゃぐちゃや。うわ全然違うの出てきたわ。あ、まあでもこれかな。いや俺がやばいマジで。ちゃんとすごいね。割とそんな難しいこと書いてないのに。いや、これ分からんかったらなんかもう終わりやと思うな。分かんねえな。ハンダでしょ、これ何？機械系、ハンダ機械系でしょ。これがフレーム、何か合わせてる。だから文房具ではないね、工具やね。工具でハンダを使うもので、時計とかなんか機械的なもの。これ何？これ何これ。何これ。家、トンカチ、家、骨組み。なんだろうこれ。あ、骨、これでいきましょう。まあどっちかって言ったらやっぱりあれやんかな、余一側の方がインポスターじゃない確率の方が高いんかな。ちょっとな、ハンダに鉛筆を使ってないよく分からへんから。で、線やろ。やっぱカッターナイフでしょ、ここは。はい、もう決まりました。完璧です。てか結構さ分からへんのちゃう、これ1枚目結構あの強靭ムーブしてるから。これまあまあまあインポスターモルや多分。
いやでもどうだ、なんか道路に書くチョークとかで書いたんかな、でにしてもひび割れてるしな、多分違うな、モルインポスターだな、間違いほぼ間違いなくて、これ鉛筆の線とかかな、万年筆とかかな、そして筆葛飾北斎でも書いとくか、日本画日本画ってあったっけ、浮世絵あるわ、葛飾北斎の浮世絵でもうこれでええわ。はい、じゃあ行きまーす。はーい、はいはい、うん、はい、ちゃんと書いてくれるんだ、すげえ。どれ選んでも一緒や、一面これやった。ああ、もう意味わからへんな、お前インポスターがなんか言うてはるわ。葛飾北斎、いやお前やったね、絶対インポスターお前やで。いやーなんか違うねんな、結構同じやつできてしまったんよな、どうしよう、いや、あちょ、ああ、なんだこれ、勝手に選ばれた、時間切れや、勝手に選ばれた、なんやこれ、だから、なんだこれ、6個あって1個だけちゃうかってけど、5個全部しちゃったんよ、ぶっちゃけ、俺もなんとなくわかるけどな、うん、俺もこっちやわ、僕ももう、こいつだろ、発表、なんで割れんねんそこ、え？お前や。あーあああ。マジか。完全勝利。マジで。ああ。やったー。仲間完全勝利しました。仲間あれした。やば。マジで。ようかけたな。よう逃れたなこれ。じゃあどれや、マジで分かんない、完全勝利やで、これやったら、これ完全勝利当てたら完全勝利やな、うん、ねこれモルの方からの方がいいと思ってんねんけど、ほんまか、身内からインポスター扱いされたやつやぞ。僕もやけど、なんならそれならそれは僕もやけど、いやこれな、お題分かったらマジでこれな、葛飾北斎やと思うね、筆記やと思うね、俺ペンキ、ノート、チェーンソー、コンパス、は？でもないんよな、定規、ノコギリ、ハサミ、カッター、テープ、あと9秒、おこれやろ、モルやったら絶対ノコギリやね、これ、はいはいはい、でも、まあ、完全勝利はダメやったけど、でも負けたわ、いやもうほぼ完全勝利たらもうやろこんなもん、ちゃうもうお題を見たらわかるわこれ、もうお題が全てを物語ってんねんこれ、ほら鉛筆なんよ、まあじゃあ俺の解説していくわ、これ1枚目折れてる鉄骨です。ああまあこれは、はい、まあよく折れるよね、芯がねよく折れるんで、おい結構巨人やぞこれ、お前黒い鉛筆から黒い鉄骨っていやんで、まあ2枚目はまあ授業で削らされたやろっていうナイフで削る方か、いや分からんよこれ、だいぶ濁してんな。僕はあの鉛筆って鉛っていう感じが入っとるから、ってる鉛でお前ハンダ付け、お前マジでなんとなくガンダムは後でつけたんやけど、ハンダ付けでもう鉛やん、なんとなくガンダムをつけるなよ、なんとなくでガンダムはなんとなくでつけたんや、最初ハンダ付けやったけど、いやなんでハンダがくんねん鉛筆で、だから鉛って入っとるやん、もうハンダ付け言うたん、まあ、最近あれか、最近のあの EU の風潮に合わせられて、あの鉛フリーのハンダを使うようになったんか、ね、共通話題じゃねえんだよ鉛がバカタレが、いやだあまりやろ、鉄骨も意味わかんねえよそれ言うなら、いやわかるやろ、折れてる鉄骨はわかるやろ、まだハンダ付け自体は鉛筆には何も関係してないよ、そんな鉄骨だって鉛筆に関係してへんやんけ、いやだ芯が折れるから折れてる鉄骨なんや、しかもこれアスファルトにしか目がいかんかったわこれ、鉄骨に見えへん、しかもこれに関してはあの折れてるとこに目がいかへんっていう、うん、折れてるとこ目いけよ、細部まで目を通せよ、余一のあれや、1枚目のこれ鉛筆のなんか書いたんかなって思って、鉛筆かと思ったわ普通だから文字列で NSFW 出てくるんや、うん、で骨組みもさ木製やから鉛筆なんかなって思っちゃったわ、うん、いやしかも何やねん、なんで鉛筆やねん、もう分からへん、もう葛飾北斎出してる、だから鉛と筆よ、だからもう筆持ってくるだよな、終わってる、マジで終わってる、いやナイフもやわからんてこれ、濁そうってしてきてんの、もっとダイレクトに言ってもよかったかもな、2枚目はいやそうやで、1枚目は濁した方がいいよ、うん、2枚目結構僕ダイレクトに言ったんやけどな、
終わってる。1枚目も割とシンプルかつ明るい。ガンダムは確かにいらんかったのは認めるけど。いやもうハンダ付けっていうなんかよく分からへん選択肢を取ったのが悪い。それはなんでやね、鉛って言うたらもうそれかダイビング装備くらいしか思いつかへんわ。はいはい、もう負け組がお互いを攻めるお互いを疑ってかかったからでも全然な、全然大丈夫やったからな。うん、まあちょっとあれインポスターラッキーやったな。あれ鉛筆が噛み合ったわ。うん、うわーどうしようかな、うわーどうしようかな。これこれやったー、体の部位。うわあーなるほどね、じゃあ、はい、はいはいはい、じゃあオッケーっす。さあどうしましょうか。ウサギとか変えちゃったら結構わかりやすすぎるかな。ちょっとアニメでいきましょうか。耳かイヤホンとか耳かきでいきましょうか。耳かき、いや耳かきってわかりやすすぎるから和服の女性でしょうか。これでいきましょう。いやインポスターよこせや俺に。耳やろ。まあいいや、もういい、俺は自分を信じる。カラフルで書かしてみようか。よろしくお願いします。さて体の部位なんかもうどこだよどこだよ。へえ、あの耳とか目とかそういうことやろ要は。もうわからん。今日の晩ご飯と。わからん。はい。お腹空いたからもうとりあえず今日の晩ご飯を AI に書いてもらおう。さあ、こっから、余一は。はい、これ。はぁ、あ、濁しすぎてない。濁しすぎなんじゃん、お前。いや、なんこれ。まあ。体の部位で。体の部位って言われて体の部位書くわけにいかんやろ。またこういう感じか。またこういう感じか。終わったわ。終わりや。インポスターそういうね。芸術。写真にしてないからこんなことになるんや。これ、はい。いいね、いいね。これでもポージング的にはこっちかな。ああ、でもな。いや、でも背景こっちなんよな。こっちかな。アニメ風にしてる。わからん全然。わかるでしょ。いやこれわかったわ。わかるでしょ、うん、これは。なるほどね。だこれは。これはまあかるよ、まあ、なんとなくね。お前ら強人ムーブがよ。よしじゃあ、まあ、K 変態なんで、変態はわかると思ったんでこれでね、あの K を炙り出したんで多分モルじゃないかなと思うんですけど、体の部位で顔をドーンって乗せてるってあんまり濁してないですもんね。あれにしましょう。タンポポにしよう。タンポポに耳かきのね、あの上ってポンポンついてるじゃないですか。ちょっとあれを再現しましょう。はい、これでいきます。もういいよ、もう切れた直でいきます。こうだったっけ。はい、いきます。頼む、知っててくれよ。 AI 知っててくれよ。顔の部位っていうのが分かったわ。顔の部位っていうのはまあなんとなく分かったけど、これで僕とりあえずなるほどねとは言ったけど何にも分からへんわ。なんやこれ、どこだ、顔のどこだよこれ。耳出してるから耳とかか。ピアノとか書いてみるか。音関連書いてみるか。オーケストラって書いてみよう。オーケストラ。うわ、完璧。もう全然違うの出てきた。終わったマジで。毎回終わってるやん。はいはい、うわ怖っ。なんかのっぺらぼうみたいになってる。なんか目どこだよ。黒。まあ直接的なんか出てきた。直接的でもないか。はい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 。分かっちゃった。まあこれはでも分かってくれるよね。全然分からん。リア長やんこいつ。ああ。いや。もうこの。まあもうインポスター。俺でもね、こいつやな。これね、こっちやと思うねんけど、相手のこっちにしてみようかな。なんかちょっと、こっちかな。こっちやな。こっちにしてみよう。その判断は大丈夫か。ああ、当たってた。よっしゃー。危ねえ。俺、モリやと思ってたわ。当てられたのはいいけど、これ僕はこれじゃないかなって思うんやけど、どう？俺らに聞かれても困るよ。まあそうやけど、これ耳出しとって
タンポポは耳出してる、うん、耳出してる、うん、あそんな理由、うん、そうでもよ、そんな、そんな直接的に映すか。いやでもこれもう、でも和服でも分からん、いやなんか耳出してるやつは毛も出とるし、ダメ出とるわ、うん、そもそもそれなそうなんやけど、だって最初顔の部位っていうので、うん、あでもいいんじゃない、耳耳耳じゃないかなって思って僕オーケストラ書いてん、これおでモルのこのなんか怖いや怖い人耳を押さえた人逆転勝利です、はい、僕の勝ちや。野々村龍太郎え、もうだってもう何も出て、今日のなんかお腹空いたから今日の晩ご飯書いてもらおうって、今日の晩ご飯って書いてもらった、おかしいな、なんと和服の可愛いし、これ音符やで、これ1枚目俺音符って言ってんねんで音符って言ってんのに顔かっていうのもバカじゃないのどういう頭してんのこれ、ほんまに。え、これ耳で和服の可愛い女性っていうのも何これ、え、耳かき、あー耳かきのお店、さあタンポポってそういうことか、耳かきのあのポンポンか、ボンテンか、ボンテン、ボンテンだっけ、野々村出てきたら勝ちやったのに俺、もうほんまに出てこんよ野々村出てこんよということで、今回の AI インポスターはなんやろうな、なんかパッとせえへんかったな、なんか、え、そう、そう割と俺的には2戦目初めてやけどな、一回も疑われずに勝てた、まあ、あれはそうやな、まあ、インポスター側からそうしたらそうかもしれへんけどさ、うん、ああな、やっぱ納得いかん、おかしいってやっぱり鉛筆からハンダ付けに行ってるやつ視聴者にもおらん、そんな、いやいや行くやろもうだっておかしいって、鉛筆で鉛に固執してんのおかしいって、こいつ、いやそんなにか、鉛って書いてんじゃん、鉛筆が何するものとかさそういうものを書くんじゃないの、この3人で二度と AI&というポスターやらん前回も聞いた、終わり、さよならチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、さよなら、はーい、はーい、さよなら、よし、じゃあまあ、K 変態なんで、変態は分かると思ったんで、これでね、あの K を炙り出したんで、多分モルじゃないかなと思うんですけど、で体の部位で顔をドーンって乗せてるってあんまり濁してないですもん。